遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。私は先日2013年最初のレコーディングをしてきました。新しい年、新しいメンバーで、これからしばらくの間は制作が続きます。新たに何かを始めるのには不安や緊張がつきものですが、それ以上に大きな喜びが待っていることも。今年はその喜びの中でスタートできたように思います。皆さんはいかがですか？さて、2月1日金曜日公開のアウトローを見てきました。トム・クルーズ主演の新シリーズ、トム演じる主人公ジャック・リーチャーは元軍のエリート捜査官。今は特定の家もクレジットカードも携帯電話も持たず、人とのつながりを避けて暮らす一匹狼。流れ物、身分や居場所を明かすようなものは全て排除。法も権力も関係ない、己の正義にのみ従い、気の向くままに生きる。彼の行く先々には常に事件が待ち受けていますが、持ち前の頭脳と戦闘能力でそれらを解決していきます。原作は英国作家リー・チャイルドのベストセラー小説ジャック・リーチャーシリーズ。準備期間に7年をかけての今回の映画化だそうです。ネットで携帯でさらなる情報のつながりを求める私たち。しがらみとは無縁、煩わしいつながりを切り捨てながら生きるリーチャー。現代の私たちと彼が進む道はいわば真逆の方向です。どこにも属せず、何にも屈せず、なんて生き方をできるほどたくましくはなれませんが、周りの色に染まりすぎているなと感じる時は、彼のようなヒーローが良い薬になってくれそうです。